最近みんなカラオケとか行ったりしてる？たまに行くかな。歌の練習するから。偉いね。でも歌って難しいよね。そうだよね。そうだよね。声の出し方とかすごく難しいもんね。難しいよね。今日そんなみんなに歌をうまくしてくれる先生をお呼びしました。イエーイ！マジでめっちゃ嬉しいんだけど。嬉しい。ということで今回桜しめじの二人に来てもらいました。おー、本物だ。どうも、桜しめじ田中学と桜しめじ高田氷河です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと若さに圧倒されてるんですけど今回は講師として歌手だけではなく俳優などでも活躍するエビダンの先輩桜しめじのお二人をお招きしました。いくつ全員11です。全員11です。全員11です。若いね。僕らがエビダン入った当初ですね。入った当初の、ね、年齢で。うわ、まずはね、自己紹介からお願いしてもいいですか？はい、はい、はい。7月16日生まれ、蟹座の藤原キヨラです。キヨラくん、蟹座、蟹座。1月15日生まれ、ヤギ座、あ、ヤギ座の大野ハルトです。ハルトくん、はい、ヤギ座です。ヤギ座です。ヤギ座です。かわいい。4月2日生まれ、おひつじ座の浅井ハルトです。ハルトくん、なんて呼ばれてるんだっけ？浅春です。浅春、オッケー、浅春で。10月15日生まれ、天秤座の糸井月です。天秤座、同じだ。11月12日生まれ、サソリ座の庄司亜子です。亜子くん、お願いします。サソリ座。5月11日生まれ、大石田の島田穂積です。穂積くん。12月2日生まれ、伊手座の宮本龍生です。龍生くん、元気。いいですね。エビダンネクスト、小学生限定の選抜グループ、CZ22。今回先輩から学ぶのは、アーティストには欠かせない歌。ちなみに、歌に自信あるよっていう人とか。はい、はい。すごいね。これから皆さんにはですね、歌を歌う上で大切なポイントを2つレクチャーしたいと、思います。じゃあまず1つ目のポイントから、はい、こちらです。歌詞の意味を理解するです。お、はい、結構よく言われたりする、ね、なあします。はい、やっぱね、歌詞って結構大事で、ラブソングだったら恋愛とか恋について歌ったりとか、家族について歌ったり、友達について歌ったり、それをいかにうまく聴、いてる人に伝えるかっていうのが重要になってきます。その上で、自分の中で飲み込むっていうね、理解するっていうことが、まず最初の一歩なので。大切なのは、歌詞の意味や作り手の思いを理解すること。歌の表現力が大きく変わるとか。はい。おお、いいですね、はい。なんか恋愛とか、まあ恋とかって言ってますけど、そういうまだ経験したことないことの表現とかってどうやってやったらいいんでしょうか？あるよね。あるね。わかるよ、すごいわかる。11歳だもんね。僕らもデビューが12歳の時にラブソングとかを歌ってたんですけど、やっぱわかんないこととかもいっぱいあるじゃないですか。そういう時は想像でもいいし、想像しきれない部分はぶっちゃけ真似でもよかったりするんですよ。だから例えば好きなアーティストさんのラブソングを聞いて、あ、この人はこうやってラブソングを歌ってるな、こういう声を出したり、こういう表情で歌ってるなっていうのをまずは全部真似してみるっていうところからやってみると、だん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 それに経験が追いついてくると思います。はい、はいはい、すごい、今のメモしたい後で見返して頭の中のメモ大切なポイント2つ目はこちらです。ババン。歌以外のアクション。アクションですね。振りとかですか？まあ、これは歌もそうですけど、ライブ中ですかね、うん、なるほど。例えば煽ってみるとか、 お客さんをこう煽って気持ちを上げてあげるだったりとか、歌をちょっとアレンジして変えてみたりとか、ね、アレンジか、うん、煽りとかアクションとかするときって、うん、もう事前に決めちゃうか、それとももうその場でもう思いのままにやっちゃうのかっていう。11歳すごい、人生2周目の可能性。2周目の、これは人によります。すごい。僕らでいうとどちらかというと、氷河は準備
をしっかりするタイプ、うん、でこれをやろうと思ってこうやったりするんですけど、割と僕はその場その場でやるとよく氷河に迷惑をかけるんですけど次のライブで生かさないとなでも経験も大事なんで、はい、だから経験、うん、次のライブで経験しないといけない。そうそうそう、うん、それでは、はい、ここで先ほどの2つのポイントを踏まえて実際に皆さんに歌を歌ってもらおうと思います。ラップでもいいですか？あ、もちろんもちろん、全然全然。先輩から学んだポイントを踏まえ、一番好きな歌をアカペラで歌ってもらいます。やりたい人？はい。おお、じゃあハルト君、はい、行きましょうか。どっこいしょ。あ、ちゃんとどっこいしょあんまりないぞ、そんな感じ。おじいちゃんみたいになっちゃう。トップバッターは自信満々のハルト君。あの名曲に挑む。何歌いますか？はい、僕はグリーンさんの奇跡を歌いたいと思います。知ってるの？はい、すごい。じゃあハルト君で、奇跡お願いします。はい。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃまだ足りないけど、せめて言わせて幸せですと。イエーイ、ハルトでした。本当にライブやん。本当にライブ。なんか自分でね歌ってるみたいで。続いてドラムが得意でリズム感に自信のある清良くん、人気のダンスナンバーに挑戦。飛び乗りなローラーコースター、生まれつきチュイチュインチェッサー、エオエオドキドキアペンダー、ハラハラアドベンチャー、未来をつかむため行こう、止まらないローラーコースター、 I cannot take チュイチュインチェッサー、ドキドキアペンダー、ハラハラアドベンチャー、ライライライドラコースター。イエーイ、かっこいい。11歳の時英雄歌えなかったよ。歌えなかった。レベル高くないですか？レベル高いですね、やっぱ、ね、やっぱ上手ですね。どうしましょうかね自らラップを志望したアコくん、先輩のナンバーでどんなリズムを刻むのか。どうぞ。レベルが違う、マイブーフィン、中毒のロイカフェイン、言葉をするみみに、タンタンタン、打つフォーピン、いけすままな変わる天使ら、時代を追わなくても話題メーカー。え、ちゃんと振りも入ってる。いや、すごい。基礎っていうか、もう結構ダンスの、いや、ダンスみたいな、うん、やっぱ、なんかみんな慣れてるんですね、普段踊って、ね、そうだね、だからね。メンバー一のしっかり者、ホズミくん、珠玉のバラードに挑む。じゃあホズミくんで You and me です、どうぞ。きっと君が優しすぎた、僕に隠し続けた涙、Oh you and me、 でもここから祈るよ、一人その新しい幸せを。ありがとうございます。素晴らしい。うまい。うまい。やばい。素晴らしいですね。びっくりしちゃった。最近の11歳ってこんな感じ。分かんないけど。レベル高すぎる。本当もう二十歳ですか。なっちゃう。うますぎる。いいですね、本当。では次誰行きましょうか。誰行く？ハードルが上がりまくってるから全然。どうする？あ、そうなの。じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい、アイコールショー。えい、うわー、勝った人からやろ、勝った人からやろ。何だよ。いや、マジで。じゃあ、イズキュー行く？行きますか。強制的にイズキュー感で。強制的に。どこしょー。どこしょー。どこしょー。ゆずきくん、何を歌いますか？はい、ビダンネクストさんのビザビナーズを歌います。ビダンネクストさん、ビダンネクストさん、やっぱね、あの振り以外じゃなくて表情とかも大事ですので、ね、はい、表情とかも意識して歌ってみてください。はい。実は歌が苦手で恥ずかしがり屋のゆずきくんだが、果たして
僕はただがむしゃらに生きるだけさ、今日も力強く羽ばたけ、青空がどこまでもつないでく、この願い未来へビザミナー。イエーイ、素晴らしい、すごい発表。なんか大きいギャップ、すごいね。ね、そう、すごい声量が、すごい力強くなる。そう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 、ありがとうございます。すごいな、すげえ。続いて朝春くん、エビダン先輩の名曲にチャレンジ。じゃあ春人くん何歌いますか？ディッシュさんの猫を歌わせていただきます。パイセンの曲です ねでは猫です、どうぞ。君がいなくなった日々も、このどうしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつからっと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。上手ね。ありがとうございます。うまい、うまい、もう涙が出ちゃいそう、本当に。鳥は流星くん、難易度の高いアドの曲に挑む。どうぞ。信じないわこの未来で、世界中全部変えてしまえば、変えてしまえば、果てしない音楽ともっと届くように、夢はないわ君が成した、僕を信じて。ありがとうございました。高いな声が、ちゃんと高音で。信じないわ。みんなすごい。うん、なんか本当にそれぞれの才能を本当に感じました。素晴らしかったです、皆さん。ありがとうございます。こうなってくるとなんかみんな歌ってたし。ガクくんの歌が聞きたい。聞きたいです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 。じゃあ歌いましょうか。エビダン次世代の可愛い後輩に桜しめじがお手本を見せます。ワンツーワンツー。会いたいっていうシンプルな理由で、会えたのならどれだけ嬉しくて、どんな言葉なら心の全部伝わるんだ、見つけたいんだ、何週目の自問自答のその果て、何代でもあなたを知りたくて、ああ誰より近くにいたいから思いを届けよう、あなたの胸に。それでは一番印象に残った MVP は。ゆずきくんです。ちょっと待って、本当ですか、本当ですか。いや、もちろんみんな本当に当時の僕らより全然スキルもあるし、とても素晴らしい声を持ってるなと思いましたけども、ゆずきくんはギャップがすごくて、やっぱその普段それもギャップだ。なんか近所のおばさんみたいな。なんかやっぱね、皆さんに一番伝えたいのは、もちろん、歌詞の意味を理解するだったりとか、アクションとかもちろん大事なんですけど、一生懸命歌おうとか伝えたい、届けたいっていう思いが一番届く、心に響く要因だと思うので、それが一番感じれたかなと。おめでとう。